中でございます。漫画レビュー、今日紹介する漫画はこちら、じゃじゃん、ラストワルツ。島田虎之介さんですね。このラストワルツね、めちゃくちゃ面白くてびっくりしました。これ復刻版なんですよ。もともと2002年に出版されてたんですけども、まあ復刊されるだけのことはある名作だと言い切れますね。むちゃくちゃ面白いんですよ。その面白い部分をまたご説明していこうと思います。このラストワルツは最初1話2話3話と読んでいく段階では短編集のように見えているのが、最後こう紡ぎ合って長編になっていくっていうのが途中で分かってくるんですよ。その話の作り方、構成がすごい上手いんですよ。ギャグシーンがすっごく多くて、それがね、僕見てて本当面白いんですけど、これ2話で赤い地球っていうタイトルのやつなんですけども、今からイワンっていう人が宇宙に行くために服を着てさ、ロケットに乗ろうとするシーンなんですけどね。朝食にジャガイモをちょっと食べ過ぎておならがよく出てしまう。そんなおならが出てしまったら、宇宙空間のロケットの中だけだったら何が起こるかわからない。だからロケット乗っちゃダメ。その代わりガガーリン君行きなさいっていうことになって、ガガーリンが乗ることになる。ここが面白くてね、あ、ガガーリンなんか繋がったじゃんと思って。確かに一番最初に宇宙にいたのは旧ソ連のガガーリンであると。これはもう周知の事実なわけですね。そのガガーリンが宇宙から地球を見て最初に言った言葉、地球は赤かったと、この漫画の中で言われてるんですね。でも実際は地球は青かった。まあ、もっと実際には、本当青かったっていうニュアンスではなかったんですけども、まあ、アメリカの方で今に青かったというふうに解釈されたというだけな話で、青かったとも言ってはなかったと言われてるんですけども、この漫画の中では赤かったと言われてるんですね。ここがすごく面白くて、このラストワルツは、歴史のイフストーリーをこう描いていってる、逆転して描いていってるっていうのがすごく面白いんですよ。今のおならのシーンだけじゃないんですよ。もう本当にいろんなシーンがね、面白いんですね。赤い地球っていう話のね、冒頭シーン、これですね、サッカーしながら、この物語はフィクションである。この物語はフィクションだから気にしないでね、っていうことを第2話でもここまで言い切ってる。それでタイトルも赤い地球という、そんなバカなっていう話なんですね。この次の回、聖アレクサンダーっていう回なんですけど、チェルノブイリの事故を防がれないんですけど、たった一人男が生き残るという不思議な話なんですね。で、この不思議な話が実はこの話の主軸にあるんですよ。この主軸にあるやつが最後のオチまで持っていかれるんですよ。ここの話の組み込み方が上手くて、これがアレクサンダー。アレクサンダーが両肘くついてこういう風に悩んでる、ベッドの上に悩んでるシーンってね、しょっちゅう出てくるんですよ。僕だけなんで生き残ってしまったんだろう。僕が生き残る必要はなかったんじゃないのかとか、いろいろ考えるシーンがあるんです、ね。ここがすごく面白いんですよ。この物語はイフでありフィクションであるっていうのはもう2話の段階で言っている。そのフィクションである物語で何を描くのか、やっぱ娯楽漫画であると。政治経済をねじらせて自分たちのオリジナルの非現実の現実を作り上げると。漫画だけの現実を作り上げ、作品として一本の線につなげていくところの手法が本当に面白いんですね。僕この絵がすごい好きで、特にね、背景と一緒だったら分かりやすいな、分かりにくいと思うんですけどね、ここ見てくださいね。これも間違いなく島田虎之介さんが多分背景も全部描いてると思うんですけども、この背景の描き方っていうのが松本太陽さんによく似てる。このキャラクターたち、ここら辺のキャラクターたちもみんなね、松本太陽さんのキャラクターをもっとギャグに落とし込んだ感じがするんですね。そこがこの漫画の大きい魅力だと思うんですよ。島田虎之介さん去年もね新刊出したんですけど、その漫画はあまりにも何をどう伝えたいのかわからないように作っちゃってる。ほとんどの漫画読みは読めないような漫画を作ってるんですね。何も伝わらないわけじゃないんだけど、伝わりにくい作品を作ってたんですよ。それに対してこの2002年のラストワールドはすっごいわかりやすくて面白かった。この中ではロシアのプーチンも出てくるんです。もうこのプーチンの顔すっごい面白くて、よく特徴捉えてるよ。このプーチンの顔すっごい好きですね。ここら辺のプーチンが新聞広げてるシーンとかむちゃくちゃ僕好きなんですけどね。こんな顔だよね。この物語はね、バイクのエルドラドっていう、世界で100台ぐらいしかなかったのに、その100台をコレクションしている大金持ちがわざわざコテージを富士山の麓に作るために CM していっぱい人集めてくると。集めてきた時にちょうど富士山が噴火しますよってことで観光客もやってくると、ついに富士山噴火だ、日本壊滅だ、わっしょいわっしょいって、なんかもうバカっぽくてまた面白いんですけど、そのエルドラドを集めている、だからみんなが集まってくるっていう風な流れになっていて、その最後の最後、この漫画の中では大統領になったガガーリンが過去の自分の声を聞く、そういうシステムができたがって、それを民衆たちをみんな集めてお祭り騒ぎをしてるんですね。その時に地球は青かったと聞こえたんですね。バーッと画面が変わって、ユーリ機種を上げろってこのシーンになるんですね。このシーンどういうことなのかというと、実はこのガガーリンっていうのは実際は2回目の宇宙に行く時に死んでるんですよ。それがこのシーンで描かれている。つまり現実の世界を思い出すんです。実は自分が死んでいることを思い出すんですね。そう、死んでることを思い出しながらも、その夢に起こされるんですね。ここがすごく面白くて、これはあくまでも漫画、夢のままで終わらせるっていうのをしちゃうんですね。これぞ漫画だよね。その夢の中にいる人物にカッカカッカッと起こされて、はってなって、地球は赤かったと嘘を言い切って、そのまま
わーっと採点が終わっていくんですよ。みんなこれは嘘だとこの段階でわかるんですね。このわかった段階で次は富士山の方ですね。この富士山の方が噴火はしないんです。噴火はしないんですけども、富士山の上から黒い玉が出てくるようにアレクサンダーだけ見えるんです。唯一チェリノブイリで生き残った人だから原爆の被害に遭った国日本でちょっと調べたいってことで呼び寄せるんですよ。その時に広島や長崎に来ると。で、精密検査を受けている時に実は自分は死んでいたということを思い出すんです。ここでチェリノブイリの爆発に巻き込まれて自分も溶けて死んでいるっていうことを思い出すんですね。けど、またこの夢の世界に戻ってくる。そしてこの原爆ドームの中で上を見上げながら光に召されようとしてまた次の日を迎える。これね、何をどう表してるのか僕自身もよくわからないんですけども、光のある方が本当である。アレックサンダーはもう死んでいると、その光の向こう側に行っちゃってるのに、この光は自分のところまで届かない、本当の光じゃないことをね表してるのかな。これすごい印象的なシーンだから僕紹介してるんですけども、そのアレクサンダーが実は死んでいますっていうのを、このアレクサンダー大暴走であるわけですね。これアレクサンダーです。アレクサンダーこんな姿してるんですね。で、このアレクサンダー止めてるのがそのエルドラドっていうバイクを集めてたボンボンのお父さんとおじいちゃんが食い止めてるっていうね、なかなか面白いカットなんですけども、で結局このアレクサンダーも死んでしまう。で、謎の女の人がいて、その謎の女の人が夢の終わり締めくくりを最後の最後してるんですね。コスモノーツ、ロシアでは雪工場そう呼びます。綺麗な響きだと思いませんか。そこには宇宙の真理を探る旅人の姿が。星々もまだ旅人です。その光は100年1000年あるいは数百万年の旅を経て今私たちの人生と交差しています。東の地平線が明るくなってきました。まもなく夜明けです。星たちとお別れしなくてはなりません。でも彼らの旅が終わるわけではありません。私たちの人生が続くように星々は昼も輝き続けます。それは見えない物語、語られざる人生というので終わっていくんです。で、最後の最後のカットがゴンタというこの女の人のカットで終わるんですね。これ何なのかっていうと、このアレクサンダー、この男が悩んでいる一つの原因が実は自分以外にゴンタという同僚がいたんですけども、そのゴンタには先ほどの女の人が彼女でいたんですね。その男は死んで自分だけは生き残った。その時言われるんですね、どうしてあなただけ。これをかなり気にしてるんですね。ここがここの物語の締めになってくる。なんであなただけ生き残ったの、私はゴンタに生き残ってほしかったっていうことをここで話してるんです。アレクサンダーもなんで自分が生き残ったのかよくわからない。で、これは最後までよくわかんないんです。なんでアレクサンダーが生き残ったのか僕自身もよくわかんないんだけど、多分アレクサンダーが生き残った理由っていうのは、この物語が偽物であるっていうことを象徴するためにあるんです。だからこの最後の最後の言葉でね、でも彼らの旅が終わるわけではありません。私たちの人生が続くように星々は昼も輝き続けます。それは見えない物語、語られざる物語というここの一文が示しているように、こんな異譜な物語でそこら中にあると、このイフなストーリーがそこら中にあるからこそ、この物語もこういう話でいいんだってここで作者言ってる気がするんですね、僕は。で、そんな中最後の最後でハッピーエンドのようにゴンタが生まれてきた。イフストーリーのさらにイフストーリーとして、ゴンタは実はあの女の人の息子であるみたいな描写として描かれているのかもしれないです。そういう風ないろんな見方ができる面白い作品でございました。僕すっごいおすすめです。ちょっとこういう変化球好きな人はね、ぜひとも読んでほしい一冊です。はい、ということで今日はこの辺で、またねー。